A 型は、オーストラリアメルボルンの路面電車のメルボルン市電に在籍する電車の置形式。鉄道線を転換したライトレール区間の開通に合わせて導入された車両で、製造当初の終電装置の際により、a 1系、a 2系の2種類が存在する。1982年、メルボルン市内の公共交通機関の運営組織を統合する形で誕生した。 メトロポリタン交通局はメルボルンの郊外へ向かう鉄道線をライトレールに転換しメルボルン市電の路線網に編入する計画を発表した。これに合わせて発注が行われた車両のうち両運転台のボギー車に当たるのが A 型である。台車や機器は先に製造されていたメルボルン市電 Z3 型電車と同様のものを採用しており台車はデュアグ電気機器は シーメンスやアイグ製の部品が使われている。その一方で、車体構造については、Z3 型の運用実績や、運営組織、利用客からの要望に基づき、以下のような変更が行われている。塗装については、製造当初上半分及び、側面下部の線が黄色がかった、クリーム色、下半分が緑色というデザインであったが、自然の運営権が、 民間事業者へ移管されて、以降は各事業者の塗装への変更が実施されている。最初の車両となる A1 型は1983年からメルボルン市電へ納入が開始され、翌1984年6月から営業運転を開始した。その後は1985年までに28両が導入された一方、同年にまたは ライトレール向け車両の追加発注を実施し、その中には42両分の A 型の造備車 A2 型も含まれていた。これらの車両はメルボルン市電で初めてパンタグラフが搭載されている、ほか、制動装置や乗降扉の稼働装置にも変更が加えられている。この A2 型は1985年から1987年にかけて製造が実施されており、これに合わせて、 ポール終電が用いられていた A1 型もシングルアーム式パンタグラフへの換装が行われている。2014年に1両が火災により廃車されたため、2020年現在は A1 系、A2 系合わせて69両が在籍し、メルボルン市電の各系統で使用されている。B 型。ありがとうございます。